これは背面キックだ。何を気をつけてるかわからない。プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は平泳ぎ関係の動画。先日レッスンした男子高校生の方で、こういう症状があったのでこういう行動をしたら少なくとも見た目良くなったという動画です。タイムに結びつけられるかどうかはこれから次第だけど。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。高校2年生の男子、専門は平泳ぎの 100m から 200m。 問題点としては当たり前ですがタイムが上がらない。もうちょっと細かくやると、特に 200m のレースで毎回腕がとても疲れること。で、原因として泳ぎを見てて思ったのは、キックでほぼ進めていないということが挙げられました。なんで進めてないかをさらに見てみると、キックの時の膝の曲げ角度が大きすぎること、そしてキック後に腰が反っていること、あと強く蹴りすぎ。なのでキックのやり方とキック後の姿勢を直すようなレッスンを行いました。特に 200m を腕だけで乗り切るというのは至難の技ですよね。そりゃあキックで進めてなかったら腕が疲れてしまうのは当然だと思います。なのでキックで進むことは必須と私は考えます。そこで直すために背面キックを使いました。これですね。まず曲げ方の矯正です。膝が水面に出ない曲げ方、顔に水がかからない曲げ方。引き付け角度が大きすぎると膝が水面に出て顔に水がかかります。それが起きない範囲で膝を曲げましょう。あれ、どっかで聞いたことがあるやり方ですね。後で詳しく説明します。余談ですが、膝を曲げるときに骨盤後傾を意識しすぎると、つまり腰を丸めることを強くやりすぎると、曲げすぎにつながります。骨盤の向きはそのままに膝を曲げてみてください。次に蹴り方、蹴った後の姿勢の矯正です。例えば腰が反っている人の足は背面キックで考えると上にある、それとも下にある。蹴り終わりで足が下に来ているとしたら、ひっくり返すとこうなります。つまりこれが腰を反っている状態です。では逆はどうでしょう。蹴り終わりに足が上に上がっているこの形、そう、これなら腰が反っていない状態です。つまり蹴り終わりに親指が水面に出るような形であれば腰が反りにくいということ。膝が水面に出ない曲げ方、蹴り終わりに指先が水面に出る形、全てをそのままにひっくり返してキックをしてみてください。うまくいけば曲げすぎも腰の反りも改善されているはず。それでも腰が反ってしまうという方は、真後ろに蹴っていないか確認をしてみましょう。真後ろに蹴ると腰が反りやすいです。なので真後ろではなく斜め下に向けて足の裏を向けるように水を押してみてください。かかととくるぶしの中間地点でサッカーのインサイドキックのように水を斜め下に押します。そして蹴り始めだけ勢いがあり、蹴り終わりに全く勢いがないということがないようにしましょう。まずはゆっくりでいいので水を押す形を維持しながら足を動かしてみてください。まあレースで使うためには早く動かさなきゃいけないと思いますけど、まずはゆっくり形を作りましょう。試してみ。今回の動画は前回角田コーチに話していただいたことをもろに参考にさせていただきました。ポイントをいくつかかいつまんで話しているだけなので、もし全体を知りたい方はこの動画を最初から見てみてください。すごくためになると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。